皆さんこんにちは、アトムです。今回はユニクロプラス J のカーディガンについてご紹介していこうと思います。メンズのアイテムのランキングの中でもニットの中では一番人気の高いアイテムとなっておりまして、今回はそのカーディガンの詳細だったり、実際にカーディガンを使ったコーディネートなども3つ作ってみましたので、ぜひですね参考にしてみてほしいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょうか。どうぞ。改めまして、今回ご紹介していくのはですね、プレミアムラム V ネックカーディガンになります。はい、どうでしょうか。かなりですね、こう色味がすごいね綺麗だなと思っていて、今回のねカーディガン4色展開だと思うんですけども、まあ、その中でも、まあ、個人的にですよ、個人的にかなりおすすめなのがこのネイビーです。なんでねこれがすごくいいのかっていうところなんですけども、ネイビーといっても色ってね結構いろんな色があるじゃないですか。このネイビーに関しては結構深みのあるね濃いめのネイビーなんですよね。それがすごくいいなと思っていて、なんで濃いめのネイビーがいいとかっていうところなんですけども、例えばねこう黒系のアイテムとかとこう合わせていても全然不自然に感じなかったりとか、あとはこう1枚で着ていてもすごく色気のあるカーディガンになってくれるんですよね。深みのあるネイビーだと逆にこうね明るめのネイビーとかだと少し合わせづらい印象があるんですけども、これは比較的こう濃いめの深い色になっているのですごく合わせやすいなと思って今回購入に至りました。でこちらのアイテム、まあ、その良さもあるんですけども、まあ、実際にね着ていての良さだったりとかアイテムの、ね、良さっていうのもお話ししていこうかなと思います。まずはですねアイテムのこの一つ目すごくいいなと思うところが、まあ、素材感ですね。特にラム素材っていうのはすごくチクチクが感じるとは思うんですけども、このアイテムに関しては全然チクチク感じないんですよ。僕自身今回のコーディネートとかでこの半袖の上にこれを着ている場面とかあるんですけども、全然チクチクしないですし、まあ、実際にね昨日買って今日スーパー行く時にこれを着てったんですよ。全然チクチク感じなかったですし、非常にいいなと思いましたね。あとは、まあ、縫製のところもねすごく綺麗だなと思っていて、全くね無駄がないかなと思います。ただ、まあ、一つね、まあ、悪い点というか気になる点がこのカーディガンに関してはあるかなと思っていて、まあ、それがね購入品紹介の時も話したんですけど、まあ、ボタンの大きさかなと思います。ボタンがこうね大きい感じなのでカジュアル感が少し強く出てしまうアイテムになってます。ダークブラウンとダークグレー、こちらの2色があったと思うんですけど、個人的に着た感想としてはそっちの2色はちょっとね合わせるのは少しだけ難易度が高いアイテムかなと感じました。うん、すごく着やすいんですけどね。でネイビーと黒に関してはかなり大人っぽく上品に合わせられるカーディガンだなと思っていて、そこがかなり気に入っても、今回ね購入しました。そしてカーディガンの良さまだあるんですけども、それが、まあ、フロント面のポケットのデザイン性ですね。これすごく可愛いですよね。このデザイン性がいいなと思って買った人多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。これすごい細かい点だと思うんですけど、ポケットの入り口付近のところってこうリブになってるんですよね。こういう細かいところがすごくなんかデザインとして凝ってるなと思っていて、こういったところがかなり好きですね。あとはこの着丈の先の部分とかもこうリブになっていたりとか、なんかこう細かいところにこうこだわりを強く入れてるなと思っていて、そういったところがね本当に、個人的にはかなり、気に入ってるポイントになってます。あとはですね V ネックのところも、まあ、そんなに深い感じではなくて、本当に、ね、バランスが取れる V のゾーンで、こう実際にコーディネートに乗ってるんですけども、本当にね、まあ、色気があるというか、まあ、そういった感じの印象をもたらしてくれるカーディガンに乗っていてすごくいいんですよね。なので、まあ、ダークブラウンとかダークグレーもボタンがカジュアルになってしまうとは言ったんですけども、この V ゾーンがねこう色気のある感じで出してくっていうので、程よくバランスが取れてるっていうところでもいい意味ですし、なんか全体的にどの色もかなり好きなんですよね。ただ個人的には、まあ、低身長っていうところもあったりとか、少し幼く見える部分っていうところもあったので、まあ、ネイビーとか黒が個人的にはかなりおすすめな色になってますね。後ろの面はこんな感じになっていて、どうですか？すごく綺麗じゃないですか。こんなになんか6000円台で買えるニットとしてもめちゃくちゃ綺麗ですし、ラム素材なのに全然チクチクも感じないっていうところで本当に気に入ってるアイテムですね。これは本当に長く使えそうなアイテムだと思ってて、まあ、6000円以内で買えるアイテムとしても本当にすごくいいなって思ってますね。今回ですねこちらのアイテムを使ったコーディネート3から4種類ぐらい組んでみましたので、ぜひ見てみてほしいです。僕の思い入れなんですけども、かなりねハマっているマイスタイリングがあったりだとか、おすすめしたいスタイリングがありますので、ぜひ見てほしいなと思います。はい、それではどうぞ。
まず1コーデ目はですね、グレーのパンツにネイビーのカーディガンを合わせたコーディネートになります。このグレー×ネイビー本当におすすめなスタイリングで、僕みたいなこう幼い顔みたいな人でもすごく大人っぽい雰囲気つけるので、非常におすすめなスタイリングですね。本当良くないですかこれ。はい、続いてはですね、ミリタリーのカーゴパンツと合わせたこれになりますね。ネイビー×ミリタリーの合わせ本当におすすめで、あとはこんな感じで上にデニムジャケットを羽織ってもいいですし、でここからなんか同じデニムジャケットでも結構変化があると思っていて、それ例えばこれじゃなくてちょっと小さめの丈のデニムジャケットにしてあげると、はい、こんな感じの印象になりますどうでしょうか。のデニムカバーオールとかだとフレンチカジュアル感が出るようなコーディネートになるんですけども、丈をこう短くするデニムジャケットをコーディネートすると、なんだろう、男らしさもあるんだけども、このカーディガンからチラッと見える白の T シャツで、なんだろう、エロさというかカジュアルさっていうのを少し出してあげて、全体的にこうバランスよく、なんかミリタリーで男っぽい、デニムジャケットで男っぽいっていうところもあるんだけども、このカーディガンと白 T ってうまくバランスをとってて、なんだろうな、男性の良さと女性の良さをうまく合わせてるというか、メンズライクっぽいというかで、ね、なんだろうな、そんな感じのバランス感をいつもねイメージして、コーディネートを組んでおります。どうでしょうか。アフレコでちょっとできなそうだと思ったので、これはねちょっとやりながらお話ししようと思って今回お話をしてみました。続いてのコーデはダイワのハッティングジャケットを合わせたコーディネートになります。これすごい見づらいんですけど、中にカーディガンを着ております。でもね、チラッと見せれるそのカーディガンの感じがねすごく気に入ってるんですよね。どうでしょうか。このね、黒のセットアップ風で合わせてるんですけども、カーディガンの色が明るいネイビーとかじゃないんですよね。ちょっと深めの濃いネイビーの色なので、黒のアイテムからこうチラッと合わせるときにすごく使いやすいなと思って、そこでもね使えるなと思って今回この色を選びました。黒のねカーディガンもすごく使いやすいんですけど、ちょっと深めのネイビーなので、明るめのネイビーとかだとかなり色がはっきりしてしまって、ちょっとあんまりコーディネート合わせづらい印象あるんですけども、このね深めのネイビーっていうところがかなりポイントですね。前のコーデとか前のコーディネートとかも見てもらったら分かると思うんですけども、すごいね深めのネイビーなので色気がすごく強く出ると思います。それもめちゃくちゃ気に入ってますね。これ本当に買ってよかったなと思えるアイテムになってます。いかがだったでしょうか。今回はですね、こちらのプレミアムラム V ネックカーディガンをご紹介させていただきました。やっぱりですね、本当にね色気があるというか、なんかねバランスが本当に取れてると思います。若い人が着てもすごくいいと思うし、僕みたいな年齢の方だったりとか、まあ、30代の方とかも着たらめっちゃいい感じのスタイリング組めるかなと思います。本当に着丈が長すぎないっていうところでもかなりポイントが高いですし、身幅もそんなに小さすぎないというか、本当に今のトレンドに合ったアイテムだなと思っていて、かなりねバランスが取れるアイテムかなと感じます。個人的にはこのカーディガンに関してはオーバーサイズで合わせるっていうよりかは少しジャスト寄りで合わせてあげた方が、まあ、おすすめかなって思いますね。そうするとこのカーディガンの、まあ、良さっていうのがすごくシンプルにコーディネートに反映されると思うので、ぜひですねこれ購入する方は比較的こうジャストな感じで買ってあげるとすごくいいかなと思います。あとは思いのほかね肩幅とかが少し狭い感じがあるので、ぜひねサイジングは気をつけていろいろ試してもらいたいかなって思いましたね。これがねカーディガンについてのまあいろんな思いであるかなと思います。はい、こんな感じで僕のチャンネルではユニクロプラス J のアイテムのご紹介だったり、これからもですねプラス J のアイテムの紹介と、あとプラス J のアイテムを使ったルックブックのコーディネート動画などもご紹介していきますので、ぜひですねチャンネル登録してお待ちいただけるとすごく嬉しいです。はい、もしですねこの動画が良かったら高評価やチャンネル登録押していただけると本当に力になりますので、ぜひお願いいたします。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。以上、アスムでした。I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door.